皆様おはようございます。寝ぼすけじじの登場、失礼いたします。昨日の夜はだいぶ飲みすぎてしまいまして、朝というよりは昼に近しいかもしれませんが、まあ本日はですね、休日の素敵な朝ごはん作っていこうと思います。皆様、朝はコーヒー派でしょうか、もしくは白湯、それともオレンジジュース、いやいや、やっぱり麦ジュースでしょう。ということで、大人の麦ジュースたしなんでる方もいらっしゃいますでしょうか。私は本日休日ということで、モーニング麦ジュースから失礼させていただきます。これが一番うまいですよね。さあさあ、早速ですね、お腹もペコペコということで何か食べましょう。背中ポリポリからの冷蔵庫あさりまして、素敵なものを発見してしまいました。大粒たこ焼き、電子レンジで仕上げるのもとても美味しいですけれども、今回はこちらのホソリノンフライヤーを使って仕上げてみたいと思います。こちらね、予想では外がねカリカリになって、すごく美味しいものに仕上がるんじゃないかと予想しております。はい、入れたらですね、スイッチを押して、あとは飲んで待つだけでございます。さあ、あっという間に時間が経ちました。オープン。皆様、こちらカリカリ具合伝わりますでしょうか。表面めちゃめちゃサクサクに仕上がってます。お船さんに乗せまして、あとはですね、付属でついていましたソース、あとは大好きですね、マヨネーズちゃんです。成人の酒飲み男性にはちょいとマヨネーズ足りんでということで追加でかけまして、あとは残りの鰹節と青のりをかけましたら、たこ焼きちゃん完成でございます。さあ、ノンフライヤーで仕上げたたこ焼きちゃん、味はいかがかということで、はい、皆様、とんでもないことが起きました。これはめちゃくちゃ美味しいぞ。外はですね、やはりカリカリに仕上がりまして、中はたこ焼きの美味しさそのまま残ってます。某有名なカリカリのね、あのめちゃくちゃ有名なたこ焼き屋さん、あれに似てます。はい、こちらたこ焼きとビール、こんな組み合わせはもうたまりませんな。やっぱり朝はたこ焼きだよなということで、そういった文化を作っていきたいところでございます。たこ焼きビール、最高の朝でございます。続きまして、見つけてしまいましたカリーパン、こちらはですね、おそらく妻のピーコさんが買ったやつと思うのですが、勝手に食べていくスタイル。こちらもね、表面カリカリになるんじゃないかなと期待して、スイッチオン、ノンフライヤーお願いいたします。はい、決してミクシーをやっているわけではございませんが、携帯ポチポチからのあっという間にできました。はい、ご覧くださいませ。こちらの表面もう伝わりますよね。すごくサクサクな感じに仕上がっております。はい、熱々具合もこちらでね伝わりますかね。はい、では早速食べてみましょうということで、はい、私自分で天才かと思ってしまいました。いや、これはノンフライヤーが天才ですね。もうこれは絶対やった方がいい。カリカリサクサク、揚げたてでございますね。おそらく肉まんとかドーナツとか入れてもね、すごく美味しく仕上がると思います。調子がだいぶ上がってきましたので、朝はやっぱりイカリングということで、こちらもですね、ノンフライヤーさんにお任せしましょう。はい、もうね、一品目二品目すごく美味しかったので、信頼度はとても高いです。ではイカリングちゃん、ソースもたっぷりかけてですね、いつの間にか補充されているおビールと一緒に合わせていただきたいと思います。はい、皆様、イカリングはサクサクであればあるほどですね、美味しいかと思いますが、イカもこんなにサクサクになるとはね、きっと思ってもなかったと思いますね。いい感じのイカとおビールちゃん、こちらの組み合わせはたまりませんな。妻と晩酌するように買ったイカリングですが、食べてしまいました。まあいっか。はい、ということで、朝は少しヘルシーに行きたいということで、こちらお豆腐を使ったメニューを作っていきたいと思います。こちらは YouTube で他の方が作っているレシピをピーキチ風に少しアレンジして仕上げていこうと思います。豆腐を切りましたら、水気を切りまして、
全体に塩コショウで味付け、オリーブオイルもしくはごま油でもいいと思います。こちらに一郎さんを見習って朝はカレーでいこうということで、カレー粉を振りましたら、あとは全体に片栗粉をまぶしましたら、下準備の完成でございます。それでは皆さん、もうこの流れわかるかと思いますが、こちらもノンフライヤーで仕上げてみましょうよ。それでは行ってらっしゃいということで、しばし待機でございます。待ってる間にですね、なんかつけるやつ作ってもいいかなということで、天からアイディアが降ってきましたので、チリマヨソースをですね用意しておきます。はい、ではあっという間にパカということで、うわー、なんてことでしょう。皆様、このカリカリダンスパーティー伝わりますか？外めちゃめちゃサクサクに上がってる様子ですね。それでは早速実食。はい、これは何でしょうか。もう飛んでいくような軽さ。外カリカリ、中ふわふわ。こんな食感、面白すぎてビールが進む。さあ、用意しておきましたチリマヨソース合わせてみましょうか。そのまま食べてもカレー味で美味しいんですけれども、このチリマヨがまたまたね、うまさを引き立ててくれてますね。酒にぴったり合うやつでございますね。もうアサビーちゃん止まりませんな。少し食べたらですね、食欲がかなり湧いてきました。次も作っちゃいましょう。取れたてかどうかはわかりませんが、トウモロコシちゃん、こちらで朝のスペシャルトウモロコシ、おすすめの一品をご紹介させてください。トウモロコシちゃん、こちら半分に切って、まあもう半分もしくは4等分にしておきます。切りづらい場合はちょっとラップ包んでね、電子レンジでチンするとだいぶ切りやすいかと思います。はい、じゃあパワー勝負に出たピーキチはこのまま切りまして、こちらもノンフライヤーに入れていきます。一つ懸念点が、ポップコーンみたいにねパチパチと仕上がってしまわないかというところですが、まあ信じてみましょう。その間に醤油、お酒、みりん、砂糖、バター、コチュジャンをボウルに合わせまして、はい、ラップをしてですね、だいたい1分から少しぐらいで結構だと思いますけれども、レンチンしていきます。はい、じゃあいい感じでバターも溶けてアルコールも飛んだかと思います。はい、じゃあこちらのタレと完成とともに、さあ仕上がりはいかがか。おー、弾けるポップコーンはしてない様子でございます。程よい焼き目がついて美味しそうですね。こちらに用意しておきましたピリ辛のタレ、全体に絡めていきます。一粒一粒に味が馴染んだところで、お皿に盛り付けてブラックペッパー、あとはちょっとね青のりとかも合うかなと思いましてですね、こちらを振っておきました。はい、見た目は100点満点。さあ、お味はいかがかなということですね。酒飲みのアイディアを爆発させましたピーキチオリジナル。さあ、お味は、もうこれはあかんって。ピリ辛と甘さ、程よいバランス感、とってもいいですね。さらにバターのね、なんかコクっていうか、もうすごいことになってるのよ。もうこれは無限コーンっていうか、無限ゾーン入りましたね。はい、もう皆様申し訳ございません。ゾーンに入った僕はもう一足先にどんどん行くぞということで、麦ラッシュに入らせていただきます。いやー、このもろこしピリ辛 B、 もう最高すぎました。これはね、朝の定番化にしたいなというですね、ところでございます。まあ朝じゃなくてもいいんですけど、はい、これめちゃくちゃおすすめの、はい、酒飲みが考えたおつまみでございます。はい、それではですね、じゃじゃーんということで、はい、最近買った初めての炊飯器パカーということで、炊きたてご飯、はい、だいぶ美味しそうに炊けてますね。はい、じゃあ熱々のご飯をですね、こちら少しばかりボウルに移していきます。で、ちょいとですねアレンジしていきましょう。こちらに、まあ、適量ごま油、あとはみりん、あとは少し醤油も加えまして、だしの素で、お好みで辛いのが好きって方はですね、ちょっとコチュジャン入れてもいいかと思います。まあ、辛いのがあまり好きじゃないって方は普通の味噌とかですね、結構だと思います。はい、じゃあ混ぜましたらですね、もうそれで終わりではございません。
今回は朝ごはんということでですね、ちょっと朝ごはん風のいい感じに仕上げていきたいと思います。はい、では真ん中にチーズ、こちらを包み込むようにですね、ラップを使って今回はおにぎりスタイルで仕上げていきましょう。やっぱり日本人ですからね、朝は定番握り飯だよなということで、はい、こちらやってしまいましょう。はい、ではさらに今回はもう全品これ使っちゃう、ノンフライヤーしちゃおうということで並べていきましょう。はい、じゃあカリカリの表面になることを期待しまして、いってらっしゃいませ。はい、あとはもう入れたらほっとくだけということでね、とっても便利でございます。今回使っておりますこそりノンフライヤー、こちらがね、見た目もスタイリッシュだし、入れるだけでパーということでね、こんなに美味しそうに仕上がっちゃうんです。すごいでしょこの子。はい、もう焼きおにぎりなんてみんな好きでしょということでね、勝手に価値観を押し付けていくスタイル。はい、ではお皿に盛り付けまして、早速食べてみたいと思います。これね、だいぶ熱いんですけどね、それそれそれ、よっしゃーということで、やっぱり握り飯はうまいよ。そしてちょっと若者が好きそうなチーズもね、ちょっと入れ込んでみましたけれども、これがまたベストマッチ。はい、私のようなね、30代の方もそれ以上の方も好きだと思いますし、あとはお子様とかもね、結構喜んでくれるんじゃないでしょうか。はい、やっぱり日本の朝はおにぎりに限りますな。はい、で忘れておりました、こちらキンキンに冷やしたグラスちゃん、最近暑い日が続きますからね、このね、キンキンに冷やしたね感じが助かるんですよね。はい、こちらレモンサワーを今回は継がせていただきます。キンキンに冷えたレモンサワー、朝のね、少し寝ぼけた状態にもうすっきりとね、目覚めよく入ってくれますね。いやー、たまらないです、このレモンサワーとおにぎりのもう最強タッグ。はい、ありがとうございます。いやー、素敵な休日を謳歌しておりますね。はい、そして肉を見つけちゃいました。やっぱりね、肉食って強くなろうということで、こちらもね、仕上げていこうと思います。はい、塩コショウを全体に振りましたら、こちらもはい、最後までよろしくお願いいたします。こそりノンフライヤーちゃん、はい、こちらに入れてみましょう。もう今日はね、これに入れて全て仕上がっちゃいますね。はい、ではできましたということで、ステーキソースを上からたっぷりとかけまして、はい、いただきます。はい、皆様、ステーキも素敵にですね、しっかりと焼けております。いやー、今日はノンフライヤー朝ごはん、とっても充実してます。やっぱり朝からね、結構手間の込んだね、調理とか、まあ、フライパン使ったりとか、いろいろめんどくさい時もあると思いますが、割と簡単にもう中に入れてね、スイッチオンでできちゃうんで、めっちゃ使いやすくておすすめでございます。いろいろとサイズ展開もございますが、今回私が使ってる2リットルサイズ、一人暮らしの方から、あとは場所を取りたくないなって方とかはね、こちらおすすめかと思います。はい、では本日もね、朝ごはん食べたらちょっと元気出てきたんでね、この後も外に昼飲みに繰り出していきたいなと思っております。はい、じゃあ一っぷろ浴びて行ってきましょう。はい、で本日のこちらこそりノンフライヤー、7月11日から Amazon の先行プライムデーセールで最大なんと 20% オフになるそうです。気になった方はお得なこのタイミングにいかがでしょうか。ありがとうございました。バイバイ。